ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、中国の超人。監督は、三池崇史。1998年の作品です。商社に勤める和田は、翡翠の買い付けのため、雲南省の山奥へ。そこには、人に空の飛び方を教える超人学校がある小さな村がありました。旅先で和田が出会う奇妙な人々と共に巡る、不思議な物語です。出演は、本木正宏、石橋蓮司、真子岩松、王霊荘ほか、椎名誠の同名小説が原作。バイオレンスの巨匠、三池崇史が、バイオレンス感ゼロで撮った、大人のファンタジーです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。